出席議員半数以上であります。これより議事日程第7号により本日の会議を開きます。議事日程の前に市長からノルウェー出張について報告したい旨の申し出があっておりますので、この際報告を求めることにいたします。市長。平成29年11月議会の会期中ではありましたが、ノーベル平和賞受賞式に出席するため12月8日から12日までノルウェーのオスロに出張してまいりましたので、本会議の貴重な時間をいただきまして、その概要について行政報告させていただきます。私は長年核兵器のない世界の実現のために取り組んできた今は亡き先達たちも含めた長崎市民の代表として、核兵器禁止条約への支持を世界に発信し、この条約を世界の規範とする後押しをするため、ノーベル平和賞受賞式に出席してまいりました。オスロ市庁舎内で行われた受賞式には、ノルウェー王室をはじめ、ノルウェー政府、各国大使などの来賓が参列し、厳粛な雰囲気の中で執り行われました。受賞者を代表してスピーチされたベアトリス・フィン・アイキャン事務局長は、核兵器禁止条約制定に果たした被爆者の貢献を改めて強調されました。そして、核兵器の終わりか、私たち人類の終わりか、選択を迫られていると、すべての国に核兵器禁止条約への参加を呼びかけました。続いてスピーチされた被爆者のサーロー節子さんは、核兵器禁止条約は、核兵器のない世界に向かう道を示す一条の光であり、この光に向かって諦めずに歩み進み続けることが私たちの選ぶべき唯一の道であると力強いメッセージを発信されました。受賞式の前日には、今回の受賞を記念してノーベル平和センター内に設けられたアイキャンを紹介するコーナーを視察しました。広島長崎に関する展示場所では、被爆資料とともに被爆者の写真やメッセージの展示を行うなど、来場者に分かりやすい構成となっていました。ノーベル平和センターのトーレス館長は、ノルウェーで被爆資料が展示されるのは今回が初めてなので、地元でも関心が高く、被爆の実相を伝える上で無言の証言者である被爆資料が大きな役割を果たしてくれると話されていました。この展示はこれから約1年間行われますので、開催市であり平和市長会議加盟都市でもあるオスロ市のボルゲン市長に松井広島市長とともに面会し、多くの人々にこの展示を見ていただき、被爆の実相に触れていただくよう協力をお願いしました。また条約推進国のメキシコとコスタリカの外務大臣やアイルランドとオーストリアの大使などと面会し、核兵器禁止条約に向けた取り組みについて意見を交わしました。いずれの国も被爆地が条約の制定に大きな貢献をしたと述べられ、今後も世界に向けて被爆の実相を訴え、条約をさらに推進させる力となってほしいと期待を寄せる発言がなされました。今回のアイキャンのノーベル平和賞受賞は、被爆の実相と核兵器禁止条約を世界の人たちに知ってもらい、より多くの人たちが核兵器廃絶の活動に参加することを呼びかける大きな力になったと思います。この流れを途切れさせることなく、さらに大きな流れとするよう、平和市長会議加盟都市や国連、赤十字国際委員会、条約推進国、アイキャンなどの NGO などとさらに連携を深め、核兵器のない世界の実現に向けて全力で取り組んでいきたいと思います。最後になりましたが、会期中にもかかわらず出張についてご配慮いただいたことにお礼を申し上げまして、私の報告とさせていただきます。日程1、第151号議案、長崎市の小島養生所等遺跡の完全保存に関する住民投票条例についてを議題といたします。教育厚生委員長の審査報告を求めます。
33番馬場直之議員。ただいま議題となりました第151号議案、中崎市の小島養生所遺跡の完全保存に関する住民投票条例について、教育公正委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。委員会におきましては、条例制定請求代表者による意見陳述を行った後、同請求代表者等に対して、参考人として出席を要請いたしました。まず参考人に対しては、全面的な遺構の発掘調査は終了しているという市の見解と、全面調査を求める請求内容の相違点について正しました。この点、参考人から市が行った調査内容の詳細は知り得ていないが、養生所のことを理解した専門家が調査をしないと分からないとの答弁があっております。さらに参考人に対し、条例案に投票率および得票率の規定を設けなかった理由について正しました。この点、参考人から市長の意見書では投票率と得票率が必須の要件であるとされているが、投票の結果を見て市が判断すればよいため、反対する理由には当たらないとの答弁があっております。そのほか、参考人に対し、早期の学校建設を求めている地元住民の声に対する見解、遺跡を完全保存する場合にかかる費用とその財源に対する考え、国の史跡指定は困難とする文化庁の見解に対する考え、6年にも及ぶ学校建設に関わる地域住民との協議について真剣な協議がなされていなかったとする考えの真意について正しました。その後の審査におきましては、教育公正に関する重要な案件であることから、教育長に対して出席を要した上で、理事者に対し、市は全面調査が終わったとするものの、参考人からはまだ調査を求められていることへの見解について正しました。この点、理事者から市の文化財審議会からの追加調査の要請があったため、調査を行ったところ、新たな意向が出てきたが、それらはすべて9月28日に開催した文化財審議会で報告しており、全容が判明したとの結果が出ているため、調査は終了したと捉えているとの答弁があっております。さらに、委員会におきましては、理事者に対し、日本医師会長や長崎大学医学部長などから出されている要望への対応が必要となる中、長崎大学学長と医学部長の連名による積極的に協力する意思に変更がないとする9月30日付の文書と方針が変わらない旨については、12月5日の学長からの口頭の回答のみであることに対する見解について正しました。その点、理事者から長崎大学からの9月30日の文書にあるように、大学は市が多様な観点から総合的に判断するものと理解するとされていることからも、市としては遺構の保護と学校建設のそれぞれの最大限の成果を求めて両立の方針で進めさせてほしいとの答弁があっております。その他、学校等配合に関わる地元住民との合意形成に至るまでの経緯、はじめから佐古小学校を想定し、市がその方向に誘導したとする参考人の見解に対する市の考え、
以降の露出展示にあたり、長崎大学が所有する古写真を活用するなど、大学と連携を図る考えの有無について正すなど、内容を検討いたしました。さらに委員会におきましては、長崎大学の意向については、理事者の説明と参考人の説明とで食い違いがあることから、長崎大学との協議を行った田上市長に大学の意向を直接確認するため、市長の出席を要請いたしました。この点、市長から12月5日に河野学長から電話があり、9月30日付の文書の内容については、前学長時代のものであるが、新学長になってもこの内容は変わらない。また、当日示した2つの保存案については、市文化財審議会の委員の意見などを聞いた上で、最終的な判断については、市の専権事項であるので、市で決めてほしいという趣旨であった。そして12月12日付で医学部長名も含めた文書が出されており、大学の中でさまざまな動きがあるかもしれないが、大学全体としての意思は9月30日の文書と何も変わっていないということをしっかり伝えてこられた内容であった。市としては学校建設と遺構の保存は2つとも価値のあることであるため、その総和が最大になるように両立を目指してしっかりと取り組んでいきたいとの答弁があっております。さらに市長に対して、日本医師会などの機関から提出されている要望書への対応の考え方について尋しました。この点、市長から住民投票条例請求に対する意見書や9月30日付の長崎大学からの文書を基本に回答をしていきたいと答弁があっております。以上、審査過程の概要を申し上げましたが、内容検討の結果、学校の建設、遺構の完全保存を訴える両方の声に応えていくためには、一度立ち止まり再考すべきであり、幅広い市民の意見を聞くために住民投票を行うべきとの立場から本議案を賛成したいとの意見が出されました。一方、体育館に併設する展示については、子どもたちと分けた出入り口を作り、体育館の外観については、誰が見ても旧養生所跡と分かるような外観となるよう十分検討してほしいとの意見が出されるとともに、原案に反対する立場から、小島養生所等遺構の完全保存という専門的な判断を要する個別の政策課題について、その是非を直接住民投票に委ねようとすることには違和感を禁じ得ない。15,776人の署名の重みは理解するが、学校建設の早期着手を求める地域の強い要望もあっており、住民投票にすることが地域を二分することにつながりかねないため、地域との協議を積み重ねてきた政策決定されたプロセスを覆してまで全市民に問わなければいけないとする主張は組みすることができない。市が小島養生所後の小島養生所等の遺跡の保存と学校建設の両立を目指す方向性を示していることは、本請求の趣旨や学校建設を待ち望んでいる児童、保護者、地域住民の願いを汲み取った判断であると評価する。以降の最適な保存方法とされている梅本市による保存を基本とした形で、現状のまま保存し、一部を展示することに賛成するため、全市的に意見を問う住民投票にはそぐわない。子どもたちに新しい学校を早く建ててほしいという強い要望があり、地域住民も期待しているが、住民投票をすることにより開校する時期が延びることなどを主な論拠とする反対意見が出されましたので、採決の結果、賛成少数で原案を否決すべきものと決定をいたしました。以上で教育構成委員会における審査報告を終わります。
これより質疑を行います。26番浅田五郎議員。委員長、長いことご苦労でした。委員長にお尋ねいたしますが、私は市長や教育長を呼ばれての教育構成委員会の中で、全く市長や教育長に信頼がないということでお呼びされたんだろうと思うんですね。で、私は現職の高能学長、あるいは片峰前学長の名誉のために申し上げたいと思うんだけども、少なくともこの2人を含む長崎大学が、あのような形の中で完全保存を求めている、そのことは間違いないと思うんですね。だから彼の2人が市長にどういう意見を言ったのか、電話で話したかというと、少なくとも保存だけは私は譲ってなかったと思うんですね。ただ問題は忖度の問題で、長崎大学の意向を汲み、その心を生むならば、多分市長は決して意向を壊さないだろうという考え方だったんですが、あなたは自らのための忖度をして、これでいいだろうということで、私はこのように養生所を壊すということになったんだろうと思うんですね。そしてその間、市長の話の中聞いておりますと、あるいは教育長もそうですが、6回にわたって、要するに地元とはよく話をしてきた、こういうことを言っております。しかし、委員長にお尋ねいたしますが、長崎市主催で、まず、あるいは教育委員会主催で、市民に対して、地元に対して、少なくとも養生所の価値、歴史、そうした問題についてのシンポジウムとか講演会開いたことはあるのかどうか、そして教育委員会は、学校長に対して、五六年生に対しては、佐久小学校の校歌にも歌われているから、私は決して養生所と分かっていることを主張申したわけでありますが、全くそのことに耳を貸さないで、そうした問題は学校の五六先生に対してでもそういった話をしてないんじゃないか、そのように思うんですが、その結果どうでしたか、委員長にお尋ねいたします。33番馬場直之議員。はい、今のただいまの質問に関してはですね、具体的にそのようなことをしたということは確認をしておりません。ただ、委員会の中ではですね、市側からのその意向の保存と学校の両立に合わせてやっていくんだというふうな意向、そして、市長を呼んでですね、そういうふうな確認をした中でですね、市長が確かにそういう確認をしたということで、そのことをすべて私たちがいろんなことをですね、把握する部分については難しい部分がありますので、市長の言葉をですね、理解したということであります。で、そういう中で先ほども申しました通り、この件についてですね、さまざまな6年間の経過であり、あるいはそういうふうな十分な審議を地域でもやってきたということは私たちも理解をしますし、そういうことの中でですね、最終的には住民投票にはなじまないというふうなことでの委員会の結論に達したということであります。26番浅田五郎議員。反対討論の前に委員長にもう一度だけお尋ねいたしますが、少なくとも市長や教育長は養生所のことはよく分かっておりますということを言っているわけですね。効果にも問われているから。だけどその養生所に対してですね、全く念頭にないというような資料がここにあります。委員会でも話がありましたが、平成23年度第1回長崎市立中学校適正配置検討会議、会長は水戸副市長であるし、副会長は当時の古賀副市長です。それには委員の皆さんとして市のトップの教育長ほか総務長などおります。事務局にはどんなに探してみてもですね、文化財界いないんですよ。要するに学校を考えるという時の第一回の会議にはですね、小島養生所なんていうのは全く頭ない。そして6年間話してきたというけど、何を話してきたの。学校名をどうするとか、学校をどうするかとか、あるいは通学路をどうするとか、そういった話し合いは確かにしたかと思いますけれども、今これだけ多くの全国の多くの方々から世界遺産にも匹敵する日本の財産だと、長崎の宝だと言われるというようなこの養生所に対してですね、
何ら話がなされてないということが事実なんですね。そういうことを考えてみたときにですね、まあこれからそのどういう意味で全国的な問題かということについて話は反対討論のところで話させていただきますけどね、いずれいたしましてもですね、少なくともこうした問題のスタートからですね、養生所のことは全く話がなされてないということははっきりしているわけです。文化財の委員もここに入ってない、事務課長もどういうことだろうかと、その辺について論議はなされましたか、委員長にお尋ねいたします。33番馬場直之議員。はい、まあ、今浅田委員が言われましたその資料に関して私も見ておりますので何ともお答えしかねますけども、そういう論議についてもですね、十分、まあ、当初の中身とそれからその後解体した以降のことについてはですね、十分審議をしたということでありますので、先ほどお答えしてました通り、まあ、その委員会の中で、まあ、そのことを十分論議したということでございます。質疑を終結いたします。次に討論に入ります。26番浅田五郎議員。反対討論をいたします。私は住民投票について多くの市民の方々から賛同を得て法的に手続きを得て住民投票が始まります。ところが、まあ、議会において否決されたわけでありますが、私は今回の住民投票は考え方によりましては長崎市の視点として小さな地区として見ると学校建設が大きく取り上げられる。ところが日本医師会をはじめ多くの関係機関から全国的に要請があっている小島養生所のことを考えてみると、これはグローバルに考えていかなきゃならない視点であろうと思うんですね。それから見るとですね、やはり国際都市長崎市がかつてこの会場でオランダのライデン氏との姉妹都市を結びました。その時ライデン大学の関係者学長以下たくさん十何名来ておりました。少なくともライデン氏の12万の人口の関係のあの町はライデン大学の町といっても過言ではない。そのライデン氏の学長教授であったボイケル氏がですね、長崎に来てオランダの日蘭交流の中での一番大きな拠点である出島に参り、そして小島養生所に立ちですね、これは出島で匹敵する意向ですよということを申されております。ところが教育長はですね、いや教育長じゃなくて市長は反対意見の中でですね、このことを完全に抹殺したような答えをいたしております。それは意向がないと足らないと、そういうことを言っているわけでありますけれども、意向とはね、どういうことかということは少なくとも意向が完全に上がらなければならないという問題じゃないんですね。文化財の審議会の議事録の中で少し読み上げてみますが、この文化財の関係書の中でどういう話がなされているかというと、要するに図面があれば申請して国の史跡にできる可能性がある、意向があろうとなかろうがこれを実際にやってきたのが私が関わっている出島で海まで指定するという形、この前から新聞に載っておりました。海の部分まで国の史跡文化財に指定しようということを今やっている。それから私が関わった原爆落下中心地は500メートル以上上空なのであるが、下を史跡に指定するということを初めてやった。意向があろうがなかろうが関係なしに関わったでおればやれるということなんですよということを述べた文化審議員がおります。そしてその中に極めつきはですね、こんなこと議事録の中にございます。結局現存保存すべきということがこの審議会全会一致の意見だということになれば、
学校が立たなくなりますと、そういうことを事務局からは言っておる。それに対して文化財審議会の委員の皆さん方は、これはあくまでも遺構として残すべきである、みんなが賛成をしておる。しかし文化財審議員の皆さん方は、昨年の12月28日に答申前に、文化審議会に答申前にですね、何を述べたかというと、市長会長としてですね、学校は併合していくと、遺構の上に体育館を建てていくということを決めて文化庁あたりに行きですね、そして県の学芸課も一緒に行った。何言ったかというと、長崎市や勝山小学校並みで遺構の上に体育館を建てたいと、そういう話を文化庁に言ったらですね、どうぞ登録してくださいとか、指定に徹しましょうなんてこと言うわけないじゃないですか。問題は文化財の皆さん方と審議する前に、市長の考え方が明らかに遺構は頭にないということなんです。私はこの前からですね、長崎の文化は死んだ、小島養生所、これでいいのか文化財ということを冊子として書いて皆さん方にお配りいたしておりますけどもですね、すでに長崎市の文化は死んだということははっきり言えると思う。そういう中でですね、住民投票が皆さん方で否決されたんですけども、この中で一番大きな問題は、日本の医学発祥地であるということを否定をしている市長の発言であります。私は長崎県医師会、あるいは日本医師会、その方は今度世界医師会になったんですが、世界に発信できる方々がオランダと、あるいはライデン市との長崎の姉妹都市に対してどのように発信するのか、マイスでは長崎大学の学長と一緒になってですね、推進するような話で新聞出ておりました。私は医学界の皆さん方がこれだけお願いをしても、忖度を自らの方にしてこれを破壊しようとする、遺構の上学校を建てるということは遺構の破壊にあるということを議会の皆さん方も知らなきゃならないんではないか、そのように考えております。どうぞ一つ皆さん方の本会議でのご意見を十分理解をし、本会議でこの質疑が十分理解されて採決されますことを心からお願い申し上げまして、反対討論を終わります。ありがとうございました。34番、井上茂久議員。市民クラブの井上です。ただいま議題となっております第151号議案、長崎市の小島養生所と遺跡の完全保存に関する住民投票条例について委員長報告に賛成し、原案に反対の立場から意見を申し上げます。本条例の趣旨は、旧長崎市立佐古小学校で発見された養生所と遺跡について完全な調査と保存を行い、当該遺跡地における学校建設工事と外周道路拡幅建設工事を行わないことに対する賛否を問う住民投票を実施するための条例制定を請求する内容であります。本請求を受けて長崎市は、遺跡の保存と学校建設はどちらも重要な課題であると認識し、小島養生所等の遺跡の保存と学校建設の両立を目指す方向性を示しております。このことは本請求の趣旨を一定理解し、また学校建設を待ち望んでいる児童、保護者、地域住民の願いを汲み取った判断であると評価をいたします。今回の審議の中で、遺跡の
保存状況が良くないことは文化庁との協議においても指摘され、現地での確認も実施されております。このことは遺跡などの完全保存は困難であるとの文化庁の判断であると考えております。一方、学校建設については地元住民と6年という長い時間をかけて協議を重ね、子どもたちにより良い教育環境を整備することができるとの判断で、旧佐古小学校に新校舎を建設することとしております。以上のことから 15,776 人の署名については真摯に受け止めますが、学校建設と遺跡などの保存を両立させることが適切であるとの観点から、住民投票を実施する本条例の制定については委員長報告に賛成し、原案に反対する討論といたします。15番、中西敦信議員。ただいま議題となりました第101号議案、長崎市の小島養生所等以降の完全保存に関する住民投票条例について、日本共産党を代表し、委員長報告に反対、原案に賛成の立場から意見を申し上げます。本議案は、地方自治法の規定に基づき、15,776 人の署名をもって直接請求されたものであり、小島養生所等遺跡の完全保存について住民の意思を確認することを目的に住民投票を実施しようとするものです。住民投票の実施に賛成する理由の第一は、学校建設の場所を決める過程で小島養生所遺跡が出土する可能性や出土した場合の対応など全く考慮されることなく、旧佐古小跡地に新校舎を建てることが決められ、そして今市文化財審議会も残すべき価値があると評価した文化財を守ることよりも学校建設が優先されようとしていることに対して住民投票を行おうとすることは至極当然のことだと考えるからです。委員会での審議を通し、請求人が指摘した通り、長崎市が旧佐古小学校に新校舎を建設する決定をした過程において、文化財保護の観点からの検討が何もなされていなかったことが明らかとなりました。2011年8月19日に開かれた第1回長崎市立小中学校適正配置検討会議で、事務局である教育委員会は旧佐古小に新設校を設置する案をもって地元との協議に臨んでいくことを提起しています。その会議において当時の建築部長からは、似た小跡地は道路拡幅のための移転交渉の代替地や公共用地としても使える、そして会長の三藤副市長からは、似た小ではダメなのかという反対意見も想定して対応を考えておく必要があるといった意見が出された結果、今後地元へは2つの案を提示した上で、市としては佐古小に統合新設校を設置する案をもって地元との協議に臨むことで委員の了解を得た。さらに今後の検討課題として、統合校が似た小に建設できない理由の整理などが上がっています。その後整理された、似た小にできないという理由は、
今回市長が意見書で述べた3つの敷地に分割されている三田小よりも佐古小跡地の方がより良い教育環境を整備することができるという判断理由に受け継がれています。市長は本条例案に対する反対意見書において旧佐古小の効果にも医学部ありしゆかりの地とあるように十分な認識があり発掘調査を行い移行の全容が明らかになったと述べていますが、この説明は全くの偽りであり事実を覆い隠すものだと言わなければなりません。審議の中でも教育委員会はこの佐古小の効果の存在を2014年の地元協議で地域から出されたことで効果について認識したという旨の答弁を行っており、市内部で学校建設用地を決定した過程において旧佐古小跡地に遺跡が眠っている可能性があることを踏まえた検討は全くなされておらず、文化財を保護する立場が完全に欠落していたことは明らかです。住民投票を行うべき第二の理由は小島養生所等遺跡に対する文化庁の見解は、移行は歴史的意義は十分あり実物を残すことが重要、残り具合が悪いが残っている部分が少ないからこそ逆に貴重である、移行の保存と学校建設のバランスをどう取るかは行政と住民等との関係の中でしか決まらないというものです。また地元からは早期に学校建設を求める要望と遺跡の完全保存を求める運動が上がっており、住民の意思を確認する機会を作ることは欠かせないと考えます。確かに文化庁からは遺跡の残存状況が悪いため国の史跡にはならないとの見解が示されていますが、市指定の貴重な文化財であることに変わりはありません。国指定の史跡にならないからといってひとたび破壊すると二度と価値が戻らず未来に引き継いでいく責任がある。文化財を守ることよりも建設ありきの姿勢で決めた小学校建設を優先させようという市の姿勢は到底市民の理解を得られるものではなく、住民投票によって民意が問われるべき問題であると考えます。九州考古学会や日本医師会、長崎県医師会、長崎大学医学部薬学部等々からの完全保存を求める要望が相次いで出されているのは本市において初めてのことです。こういった声が上がっていることを市は真摯に受け止めるべきです。小島養生所遺跡群の完全保存と遺跡が出土した場所での学校建設は相入れないとする請求人の条例制定趣旨に賛成し、住民投票の実施を求める立場から委員長報告に反対し原案に賛成する討論といたします。22番山本信之議員。151号議案、長崎市の小島養生所等遺跡の完全保存に関する住民投票条例について公明党を代表し教育構成委員長の報告に賛成し原案に反対の立場から意見を申し上げます。私たち公明党会派は住民投票条例の請求にあたり15,776人という多くの市民の皆さんが署名された事実は真摯に受け止める必要があると考えています。そして党としても
この問題に対する解決策についてさまざまな検討を行ってきました。昨年12月15日、我が党の秋野幸三参議院議員を介し、長崎大学の当時の下川勲医学部長が文化庁へ要望を行っております。その際、文化庁からは国の登録文化財として一部露出展示などを行うことは有意義だとの具体的な見解も示されております。このことを踏まえ、公明党県本部としても平成29年1月11日付で田上市長宛に養生所移行の調査、保存活用に関する要望を行っております。この要望では、発掘調査がほぼ終了した養生所跡地について、適切な保存方法を講じ、一部露出展示を行い、将来にわたり活用をすること、調査が不十分と考えられる医学所及び分析居留所等跡地について、分析居留所、給理所等跡地について追加調査を行い、石垣の価値の検討や新たな意向が発見されれば、適切な保存方策を講じることなど、長崎市と長崎大学が共同で保存活用方策を実施されるように強く訴えてまいりました。その上で、今般文化庁の現地調査が行われ、遺構の残存状況が悪く、遺跡の評価については国の史跡とするには難しいとの意見がなされたことは重要であると考えています。次に学校建設については、これまで耐震化もなされていない中で、老朽化が進んでいる仁田佐古小学校の新校舎建設における地元住民との長い時間をかけた協議の結果について、十分に尊重すべきものであると考えます。また、平成29年10月2日付、仁田佐古小学校新校舎の早期建設着工に関する要望書が、地元17団体より出されていることは、大きく我が会派により現地調査を行った際にも、一部地元自治会より同趣旨の要望が口頭でなされました。さらに、市長より子どもたちにとってより良い教育環境を整備することができるとの判断から、旧佐古小学校跡地を適地として決定したこと、遺跡の保存と学校建設はどちらも重要な課題であるとした上で、学校建設にあたっては、体育館に展示室を併設し、一部を露出展示するとしたこと、小島養生所等に関する遺構や遺物、資料などを展示するとともに、これらの貴重な情報を発信し、その歴史と価値を伝えながら、遺跡の保存・継承を図っていくとの意見が示されております。以上のような観点から、遺跡の保存と学校建設は両立を目指すべきであり、長崎市の小島養生所等遺跡の完全保存に関する住民投票条例について、制定すべきものではないと考えます。以上、縷々申し上げましたが、各議員の皆様の賢明なるご判断をもって、ご賛同賜りますようお願い申し上げ、我が会派の本会議にかかる委員長報告に対する賛成の意見といたします。討論を終結し、ただいま議題となっております第151号議案、長崎市の小島養生所等遺跡の完全保存に関する住民投票条例について採決いたします。法案に対する委員長の報告は否決であります。この採決は記名投票をもって行います。議場の閉鎖を命じます。ただいまの出席議員数は、議長を除きまして38名であります。投票箱を改めさせます。
異常なしと認めます。念のため申し上げます。委員長の報告通り決することに賛成の議員は所定の白票を1票、また委員長の報告通り決することに反対の議員は所定の正票を1票、議席順に順次投票をお願いいたします。一番議員からよろしくお願いいたします。投票漏れはありませんか。投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。開票を行います。
投票の結果を報告申し上げます。投票総数38票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。そのうち白票31票、正票7票。以上のとおり白票が多数であります。よって151号議案は否決されました。議場の閉鎖を解きます。次に日程に第121号議案、長崎市事務文書条例の一部を改正する条例から、日程10、請願第6号近海地区防災行政無線個別受信機の撤去に反対する請願についてまで、以上9件を一括議題といたします。総務委員長の審査報告を求めます。36番岩永俊博議員。ただいま議題となりました第121号議案ほか8件につきまして、総務委員会における審査の経過並びに結果についてご報告申し上げます。はじめに第121号議案、長崎市事務文書条例の一部を改正する条例について申し上げます。今回の改正は行政課題に対してより的確に対応することができる執行体制の構築を図るため、秘書に関する事務を総務部に、広報および校長に関する事務を企画財政部に移管しようとするものであります。冒頭理事者から市長直下である秘書課並びに広報校長課についてそれぞれを関連の深い部に配置することにより、部長の指揮命令のもとに他所属との連携を図るなど、各部において業務を所管推進していきたいとの説明がなされております。委員会におきましては経常収支比率が悪化しているにもかかわらず、企画財政部では企画部門と財政部門を分けるのではなく、広報および校長に関する事務を新たに移管し、業務量をさらに増やすことへの見解について正したのであります。この点、理事社から総合計画に基づく事業を実施するにあたり、企画部門と財政部門が一体であることで効率的に行財政運営を行える体制として有効に機能しているとの考えており、新たな業務が増えることになるが、円滑な市政運営を行っていくことができるとの答弁があっております。このほか委員会におきましては、組織改正を行うことの必要性、秘書課および広報校長課のこれまでの組織の変遷、過去の組織改正による成果および効果の検証状況について正すなど、内容検討の結果、今回の組織改正におけるメリットの具体的事例が示されておらず、必要性について理解ができないこと、またこれまでの組織改正による成果と効果の検証も行われていないため認められないことなどを主な論拠とする反対意見が出されましたので、採決の結果賛成なく否決すべきものと決定した次第であります。次に第123号議案、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について申し上げます。今回の改正は人事給与制度を見直し、主査等の職務を廃止し、主任及び課長補佐並びに専門官及び上席専門官の職務の新設等を行いたいのと、自動車等を使用する一般職の職員にかかる通勤手当の額を改正しようとするものであります。委員会におきましては制度見直し後の等級別の職員数の割合、能力に応じた人事評価の検討状況について正すなど、内容検討の結果異議なく原案を可決すべきものと決定した次第であります。次に第126号議案、長崎市企業立地の促進による産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。今回の改正は企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部改正に伴い、本市における経済活動を牽引する事業を促進するため、地域経済牽引事業者に対し、
固定資産税の課税免除をしようとするものであります。委員会におきましては、課税免除の措置を受けている事業者数及び今後の見込み件数、改正による本市への経済効果について正すなど内容検討の結果、異議なく原案を可決すべきものと決定した次第であります。次に第155議案、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について申し上げます。今回の改正は平成29年人事院勧告に基づき、国家公務員の給与が改定されることに伴い、本市の職員等に関しても同様に改定しようとするものであります。委員会におきましては、内容検討の結果、一部委員から議員など特別職の期末手当の支給割合の引き上げについては認められないことを主な論拠とする反対意見が出されましたので、採決の結果、賛成多数で原案を可決すべきものと決定した次第であります。次に請願第6号、近海地区防災行政無線個別受信機の撤去に反対する請願について申し上げます。委員会におきましては、個別受信機によってさまざまな情報を入手できるため、地域住民の安全安心の観点からデジタル化した後も全世帯に配布する考え、デジタル化に関する地域住民の意向を確認するためアンケート調査を実施する考えについて正すなど、内容検討の結果、近海地区以外の旧合併地区も含めて個別受信機の配布にかかる検討の時期を明確にし、地域の事情や今後の方向性について一定取りまとめができた段階で議会や地域への説明を行ってほしい、市民の安全安心を守るという責任に立って請願の趣旨を重く受け止めてほしいとの要望を付した賛成意見が出され、全会一致をもって本請願を採択すべきものと決定した次第であります。なお採択後の措置につきましては、議長においてよろしくお取り計らいくださいますようお願い申し上げます。最後に第138号議案、第139号議案、第140号議案および第141号議案の公の施設の指定管理者の指定管理についての以上4件につきましては、内容検討の結果、いずれも異議なく原案を可決すべきものと決定した次第であります。以上で総務委員会における審査報告を終わります。これより質疑討論を行います。16番、内田隆秀議員。ただいま議題となりました第150号議案、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、委員長報告に反対の立場から日本共産党を代表して意見を申し上げます。人事勧告により、一般職の期末手当を引き上げることには賛同できるものでありますが、同時にすでに高い報酬水準となっている特別職と議員の期末手当も一緒に引き上げるようになっており、認めることはできません。以上、討論とします。質疑討論を終結し、採決に入ります。まず第121号議案、長崎市純文書条例の一部を改正する条例について採決いたします。法案に対する委員長の報告は否決であります。委員長の報告通り否決することに賛成の議員の起立を求めます。起立全員であります。よって失礼しました、起立多数であります。よって第121号議案は否決されました。次に第150号議案、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について採決いたします。法案に対する委員長の報告は原案可決であります。委員長の報告通り決することに賛成の議員の起立を求めます。起立多数であります。よって第155議案は原案の通り可決されました。次に
第123号議案、第126号議案、第138号議案から第141号議案まで、および請願第6号、以上7件について一括して採決いたします。各案に対する委員長の報告は、いずれも原案可決、もしくは採択であります。委員長の報告通り、決することにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よって、第123号議案、第126号議案、および第138号議案、ないし第141号議案は、原案の通り可決され、請願第6号は採択することに決定されました。なお、ただいま採択されました請願第6号につきましては、委員長から報告がありました通り、議長において市長に対し送付することにいたしたいと思いますので、ご了承をお願いいたします。次に、日程11、第92号議案、工事の請負契約の締結についてから、日程26、請願第8号、長崎市乳児院跡地の売却における市民への情報公開に関する請願についてまで、以上16件を一括議題といたします。教育構成委員長の審査報告を求めます。33番馬場直之議員。ただいま議題となりました第92号議案ほか15件につきまして、教育構成委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。はじめに第92号議案、工事の請負契約の締結について申し上げます。本件は仁田迫小学校建設特殊基礎工事の契約を締結しようとするもので、先の9月定例会に提案されたものでありますが、さらに慎重な審査が必要であったため、継続審査としてきたものであります。委員会におきましては、全面的な遺構の発掘調査は終了しているという市の見解、今後、遺構が発掘された場合に、建設工事が中断する可能性の有無について正すなど、内容検討の結果、教育委員会が進めてきた合意形成の在り方については、問題があり、認められないこと、今回の工事により遺構の価値が損なわれることで二度と国指定文化財になり得ないことから認められないなどを主な論拠とする反対意見が出されたのであります。一方、市の全面的な発掘調査は終了しており、学校建設と遺跡の保存については長崎大学からは市の専権事項であり、遺跡の保存方法について報告した結果、大学からは今後の遺構保存活用については協力するとの回答を得ているなどの賛成意見が出されましたので、採決の結果、賛成多数で原案を可決すべきものと決定いたしました。なお、委員会におきましては付帯決議をすべきとの意見が出され、養生所医学所遺跡は近代的な医学医療の分析給理所の遺跡は近代的な薬学科学物理学の発祥の地であり、それらの遺跡の保存と活用にあたっては長崎大学をはじめ日本医師会、長崎県医師会などの医療関係者の意見を聴取するとともに、これまで出された意見などを尊重し進めることを要請する旨の付帯決議を全会一致で決定いたしました。なお、付帯決議につきましては、第9号議案として別途提出しておりますので、よろしくお願いいたします。次に、第125号議案、長崎市公民館条例の一部を改正する条例及び第129号議案、長崎市外目子ども博物館条例を廃止する条例の以上2件につきましては、外目子ども博物館を廃止し、市地区公民館の機能を移転しようとするものであることから、一括して審査を行いましたので、まとめて報告いたします。委員会におきましては、同博物館の展示物については、
科学館に機能を集約できるとすることへの見解、同博物館が設置されていた意義を考慮し、新たな公民館に展示物を一部でも残す考えの有無について正すなど、内容検討の結果、一部院から行動などの使用料の一部における値上げについては認められないことなどを主な論拠とする反対意見が出されました。一方、使用料が上がるのは全市的な統一を図る観点から仕方がないが、世界遺産の案内をするボランティアの雨天時利用における減免の運用など、地元住民とよく相談した上で運営を行ってほしいとの要望をした賛成意見が出されましたので、採決の結果、いずれも賛成多数で原案を可決すべきものと決定をいたしました。次に請願第5項、長崎市社会福祉会館の早期建て替えを求める請願について申し上げます。本請願は、新市庁舎との往来が容易な場所を確保し、具体的な計画を策定した上で、早急に長崎市社会福祉会館の建て替えを行うことを求めるものです。委員会におきましては、平成22年に長崎市社会福祉会館建て替え検討会から早急な整備を要望されているにもかかわらず、具体的な検討が進められていないため、今後早急に検討を行っていく考えの有無、請願人から現地建て替えではなく、新市庁舎周辺での建て替えを求められていることに対する市の見解について正すなど、内容検討の結果、全会一致をもって本請願を採択すべきものと決定いたしました。なお、採択後の措置については議長においてよろしくお取り計らいくださいますようお願いいたします。次に請願第7号について申し上げます。本請願は、本市が市内の社会福祉法人に貸借している老人デイサービスセンターに関する契約の周期設定に関わる考え方や契約更新のあり方、大規模改修に関わる協議への対応等について検証を行う第三者等による審査会の設置等を求めるものです。委員会におきましては、平成27年2月に契約更新を行う際に、市から貸借人に対して貸付期間を平成31年度末までで終了することを申し出ていることについての法律上の妥当性、記載で建設した施設であるため施設の目的外使用は考えておらず、記載召喚の終了後この施設をどうするかについて検討をしていくとの平成17年の厚生委員会における理事者の答弁に対する見解について正すなど、内容を検討し採決の結果賛成なく、本請願を不採択とすることに決定いたしました。次に請願第8号について申し上げます。本請願は、旧長崎市乳児院の解体や跡地の売却における経緯と経過に結果について第三者等による審議会の設置などを市長に求めるものであります。委員会におきましては、旧長崎市乳児院の敷地に隣接する府知地区ふれあいセンターの駐車場の一部が防火水槽の上にの敷地となっていることから、直ちに使用禁止とする考えの有無について正すなど、内容を検討し採決の結果賛成なく、本請願を採択することに決定いたしました。次に第114号議案、平成29年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算第1号、第117号議案、平成29年度長崎市介護保険事業特別会計補正予算第2号、第118号議案、平成29年度長崎市診療所事業特別会計補正予算第1号、第122号議案、地方独立行政法人長崎市立病院機構評価委員会条例の一部を改正する条例、第124号議案、長崎市基金の設立管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例、第135号議案、
地方独立行政法人長崎市立病院機構定款の変更について、第134号議案、工事の請負契約の締結について、第135号議案、工事の請負契約の締結について、第144号議案、平成29年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算第2号及び第147号議案、平成29年度長崎市診療所事業特別会計補正予算第2号の以上10件につきましては、諸事内容検討の結果、いずれも異議なく、原案を可決すべきものと決定をいたしました。以上で教育構成委員会における審査報告を終わります。これより質疑を行います。26番浅田五郎議員。委員長にお尋ねいたします。私は一項を壊す、これが先の議会で、継続審議になったということは議会人の良識であろうということで実は安心をいたしておりました。しかし結果的に今日こういう結果になったわけですけれども、少なくとも遺構の上に体育館を建てたり遺構の上に校舎を建てるということはまさに遺構の破壊になるわけでして、私はそれで果たしていいのかなと、いつも文化財を大事にする主張であったと思うんだし、国際都市長崎としてオランダのポンペイ医師が立ち上げたこの小島養生所をオランダ国のライデン氏と姉妹都市になったのにこれでいいのかなと今まで疑問に思っております。そこで委員長、この継続審議の際に医学部の意見を聞くとか文化財審議会の意見を聞くというような話だったんですが、本当に聞いたものかどうか、少なくとも例えば先に医師会の会長であるとか、あるいは日本医師会の会長であるとか県の医師会の会長であるとか、医学部長が完全保存を求めているのにですね、しかも昨日出てきたわけでしょ、昨日の審議会になった、だけどもそうした人たちの意見も聞かないままにこの予算を通して意向を壊していくということが果たしてよかったのかどうかなと、その辺についてそういった論議がなされたのかどうか。例えばこういう問題があります、これは審議会での論議の中ですから、途中で出てきた、ここが出てきた、次出てきた、また出てきた、長期にわたってずっと出土してきたわけであるが、その度ごとにこれは上の体育館の方になるが、その度ごとに柱をずらすとか文化財化で遺構の価値などはっきりしたさせた上でこれをどうするかと、そんな論議がなされた上に、下の校舎の下の方についてでもですね、建物の配置はできていない、教育委員会の施設課、我々は施設課から依頼を受けて図面を完成させているが、いわば図面に対してでも関係者の方は持ってない、こういった審議が今なされている中でですね、医学部が果たして了解をして遺構を壊していいというわけないんじゃないかと、私は何度も言いますけど、医学部長の、ね、立場から、あるいは学校長の学長の立場から考えてみるとですね、やはり私はこの要望書というのは尊重させるべきであって、もう少し時間をかけて結論を急がないで、そうした関係者の意見を聞くことも大事だったんだよ、市長さんの意見だけ聞き、それで果たして大丈夫だと思って審議が進められていったと言って果たしていいのかどうか、これでいくと長崎議会の責任よりも医師会や日本医師会や県医師会や医学部に責任を負うかもしれないですね、それで果たしていいのかと、そんな審議がなされたとどうかということをですね、実は委員長に尋ねるんですけど、その経過について聞かせていただきたい。では馬場委員長にお尋ねいたします。33番馬場直之議員。はい、今ルルー質問があった中身で、一つ一つには、お答えしかねますが、この92号議案がですね、9月議会で継続になった理由としては、審議会、長崎市の文化財審議会と長崎大学の追加調査を求めること、あるいは、その調整がですね、なかなか進んでいないという中でですね、審議ができないと
ということで継続になったわけです。でそういう中でですね、まあ、昨日 の、 あの151号とも関連いたしますけれども、まあ、そういう中身については、まあ、市としては先ほども言いましたようにあの遺構の保存と学校の建設の両立をしていきたいということでですね言われております。まあ、そしてその両立をですね、まあ、市の責任を持ってやっていくということでありますし、またそういう中でですね、先ほど言われました医療機関に関してはいろいろまたその意見についてですね、まだあることからですね、そのことに関しては付帯決議をつけてはどうかという意見があって、まあ、そのことについてですね、全員でつけるというふうな方向で、まあ、そのことについては後ほどですね、皆さん方にご提案をいたしますけれども、まあ、そういう結論でですね、委員会の中では論議があったということであります。26番浅田五郎議員。馬場委員長、意見の中でですね、要するに文化財審議会にしても、あるいは医学部医師会、そういった医学部にしてもですね、遺構を残してこそはいえ、その上に学校を建ててもいいというような結論を出してないんですよ。貴重な石であると、遺構であるということだけは文化財審議会も医学部も求めてるんですね。しかし市が責任を持つと、遺構を壊すことについて、学校を建てることについては市が責任を持つから我々了承したんだというような受け止め方だったんですが、それでいいんでしょうか。最後のお尋ねして終わります。33番、馬場直之議員。はい、まあ、再度同じような回答になりますけれども、まあ、教育構成委員会ですね、10名議員がおる中でですね、各方面からいろんな論議があった中で、最終的には委員会でそれを可決したということでありますので、そういうことであります。質疑を終結いたします。次に討論に入ります。26番、討論に入ります。討論ありませんか。15番、中西篤信議員。ただいま議題となりました第92号議案、第120号議案、第129号議案については、委員長報告に反対の立場から意見を申し上げます。まず第92号議案、工事請負契約の締結についてです。この契約議案は、旧佐古小学校跡地に統合によって新しい仁田佐古小学校校舎を作るための基礎部分の杭打ちのための予算です。151号議案でしてきたように、教育委員会が進めてきた合意形成の在り方、完全保存に対する数々の要望や陳情が出されている点、耐震化工事がされていない旧仁田小学校を仮校舎として使用している点、文化財に対する考え方、貴重な遺構が存在することが判明している土地に校舎を建設するのかなど、疑問は深まるばかりです。また残すべき価値があるとした文化財審議会の意見等々を踏まえても、市の判断が正しいとは思えません。この工事を行えば遺跡が破壊され、一部は移設されることでその価値が損なわれ、多数の市民や専門機関の意見要望にそぐわない結果になることは明らかです。審議が進むにつれて、さらに疑念が深まる。この議案を認めることはできません。次に第125議案、長崎市公民館条例の一部を改正する条例、および第129号議案、長崎市外目子ども博物館条例を廃止する条例の2つの条例は、市公民館を廃止し、子ども博物館を公民館にするための条例改正ですが、その中に使用料の改定が含まれています。耐震化基準を満たしていないということで、公民館を子ども博物館に移すことは理解をいたしますが、使用料はある部分では最大約 1.6 倍の値上げになります。市民の負担になる使用料の値上げ部分については認めることはできません。
以上、討論といたします。討論を終結し、採決に入ります。まず、請願第7号、市政による契約違反及び虚偽の答弁等の実態を明確化するための調査を求めることに関する請願について、及び請願第8号、長崎市乳児院跡地の売却における市民への情報公開に関する請願について、以上2件について一括して採決いたします。各請願に対する委員長の報告はいずれも不採択であります。委員長の報告通り不採択とすることに賛成の議員の起立を求めます。起立多数であります。よって請願第7号及び請願第8号は不採択とすることに決定いたしました。次に第92号議案、工事の請負契約の締結について採決いたします。法案に対する委員長の報告は原案可決であります。委員長の報告通り決することに賛成の議員の起立を求めます。起立多数であります。よって第92号議案は原案の通り可決されました。次に第125号議案、長崎市公民館条例の一部を改正する条例及び第129号議案、長崎市外目子ども博物館条例を廃止する条例、以上2件について一括して採決いたします。各案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。委員長の報告通り決することに賛成の議員の起立を求めます。起立多数であります。よって125号議案及び第129号議案は原案の通り可決されました。次に第114号議案、第117号議案、第118号議案、第122号議案、第124号議案、第130号議案、第134号議案、第135号議案、第144号議案、第147号議案及び請願第5号、以上11件について一括して採決いたします。各案に対する委員長の報告はいずれも原案可決もしくは採択であります。委員長の報告通り決することにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よって第114号議案、第117号議案、第118号議案、第122号議案、第124号議案、第135議案、第134号議案、第135号議案、第144号議案及び第147号議案は原案の通り可決され、請願第5号は採択することに決定されました。なお、ただいま採択されました請願第5号につきましては委員長から報告がありました通り、議長において市長に対し送付することにいたしたいと思いますので、ご了承をお願いいたします。次に日程27、第113号議案、平成29年度長崎市観光施設事業特別会計補正予算第1号から日程31、第146号議案、平成29年度長崎市中央卸売市場事業特別会計補正予算第2号まで、以上5件を一括議題といたします。環境経済委員長の審査報告を求めます。4番林博美議員。ただいま議題となりました第113号議案ほか4件につきまして、環境経済委員会における審査の経過並びに結果についてご報告申し上げます。第113号議案、平成29年度長崎市観光施設事業特別会計補正予算第1号、第115号議案、平成29年度長崎市中央卸売市場事業特別会計補正予算第1号、第127号議案、長崎市遠藤周作文学館条例の一部を改正する条例、第143号議案、
平成29年度長崎市観光施設事業特別会計補正予算第2号。第146号議案、平成29年度長崎市中央卸売市場事業特別会計補正予算第2号の以上5件につきましては、内容検討の結果、いずれも異議なく原案を可決すべきものと決定した次第であります。以上で環境経済委員会における審査報告を終わります。これより質疑討論を行います。質疑討論を終結し、ただいま議題となっております。第113号議案、第115号議案、第127号議案、第143号議案及び第146号議案、以上5件について一括して採決いたします。各案に対する委員長の報告は原案可決であります。委員長の報告通り決することにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よって第113号議案、第115号議案、第127号議案、第143号議案及び第146号議案は原案のとおり可決されました。次に日程32、第116号議案、平成29年度長崎市駐車場事業特別会計補正予算第1号から、日程43、第149号議案、平成29年度長崎市下水道事業会計補正予算第2号まで、以上12件を一括議題といたします。建設水道委員長の審査報告を求めます。24番、堤和彦議員。ただいま議題となりました第116号議案ほか11件につきまして、建設水道委員会における審査の経過並びに結果についてご報告申し上げます。はじめに第119号議案、平成29年度長崎市水道事業会計補正予算第2号について申し上げます。今回の補正は入札制度の見直しに対応するためのシステム改修にかかる負担等を行おうとするものであります。委員会におきましては、行政サテライト機能再編成に伴い予定価格5000万円以上の工事を5000万円以下の工事を失礼しました地区別発注とする中で、競争性の確保に関する見解、最低制限価格率の設定方法を見直すこととなった経緯についてただすなど、内容検討の結果異議なく原案を可決すべきものと決定した次第であります。次に第131号議案、指導路線の認定について申し上げます。本件は車道整備事業に伴い指導路線を認定しようとするものであります。委員会におきましては、車道整備事業を計画している22路線の整備状況、合併地区も含めて全市内に同事業を拡大する考えの有無についてただすなど、内容を検討の結果異議なく原案を可決すべきものと決定した次第であります。次に第132号議案、工事の請負契約の締結について申し上げます。本件は稲佐山公園斜面輸送施設設置工事の請負契約を締結しようとするものであります。委員会におきましては、特殊工事とはいえ応札者が1社のみであった上に、入札率が 99.81% であったことから、競争性の確保に関する見解についてただすなど、内容検討の結果、異議なく原案を可決すべきものと決定した次第であります。次に第136号議案、工事の施工協定の一部変更について申し上げます。本件は、市道大橋町赤坂1号線道路改良工事にかかる
立体交差新設工事の施工協定について労務費及び資材費が上昇したこと等により協定の金額が大幅に増額することが見込まれたことから当該工事を分離しようとすること等に伴い協定の金額及び完成時期を変更しようとするものであります。委員会におきましては協定金額が大幅に増額することとなった経緯と事業費の積算方法の妥当性、 JR 九州との施工協定における金額変更の考え方と協議経過についてただすなど内容検討の結果意義なく原案を可決すべきものと決定した次第であります。次に第145号議案平成29年度長崎市土地取得特別会計補正予算第1号について申し上げます。今回の補正は道座町松ヶ谷町線道座工区都市計画街路整備事業の整備予定地である道座市場についてスラブ及び建物の一部を解体する経費を増額しようとするものであります。委員会におきましては議案審査に先立ち道座市場崩落後の状況を十分に把握するため現地調査を行ったのであります。その後審査におきましては建物の解体について権利者との合意の状況、解体作業を迅速に行うため発注を随意契約で行う考えの有無、隣接する道座町松ヶ谷町線道座工区都市計画街路整備事業の整備予定地についても早急に用地交渉を行い事業の進捗を図る考えの有無についてただすなど内容を検討の結果、現在の危険な状況を一刻も早く解消するためにも、すべての権利者から迅速に解体の同意を得て、事業の進捗を図ってほしいとの要望を付した賛成意見が出され、意義なく原案を可決すべきものと決定した次第であります。最後に、第116号議案、平成29年度長崎市駐車場事業特別会計補正予算第1号、第120号議案、平成29年度長崎市下水道事業会計補正予算第1号、第128号議案、長崎市景観条例の一部を改正する条例、第133号議案、工事の請負契約の締結について、第137号議案、公有水面埋め立てに関する意見について、第148号議案、平成29年度長崎市水道事業会計補正予算第3号、第149号議案、平成29年度長崎市下水道事業会計補正予算第2号の以上の7件につきましては、趣旨内容検討の結果、いずれも異議なく原案を可決すべきものと決定した次第であります。以上で建設水道委員会における審査報告を終わります。これより質疑討論を行います。質疑討論を終結し、ただいま議題となっております第116号議案、第119号議案、第120号議案、第128号議案、第131号議案から第133号議案まで、第136号議案、第137号議案、第145号議案、第148号議案及び第149号議案、以上12件について一括して採決をいたします。各案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。委員長の報告通り決することにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よって第116号議案、第119号議案、第120号議案、第128号議案、第131号議案ないし第133号議案、第136号議案、第137号議案、第145号議案、第148号議案及び第149号議案は原案の通り可決されました。次に日程44、
第112号議案、平成29年度長崎市一般会計補正予算第5号および日程45、第142号議案、平成29年度長崎市一般会計補正予算第6号、以上2件を一括議題といたします。まず総務委員長の審査報告を求めます。36番岩永俊弘議員。ただいま議題となりました第112号議案ほか一件につきまして、総務委員会所管部分における審査の経過並びに結果についてご報告申し上げます。はじめに第112号議案、平成29年度長崎市一般会計補正予算第5号について以下特に質疑意見が集中した点をご報告申し上げます。まず歳出についてであります。総務費において入札制度の見直しに対応するため、システム改修を行う経費を増額するための契約管理費が計上されております。委員会におきましては、予定価格5000万円以下の工事において総合事務所の区域ごとでの入札へ見直すことに伴う地区業者への発注見込み、入札制度の見直しに伴う関係業者への周知方法について正すなど内容を検討した次第であります。次に歳入につきましては内容を検討した次第であります。以上審査経過の概要を申し上げましたが、その結果、一部委員からマイナンバー制度に反対であるため、同制度にかかるシステム改修を行うための情報システム推進については認められないことなどを主な論拠とする反対意見が出されましたので、採決の結果賛成多数で原案を可決すべきものと決定した次第であります。次に第142号議案、平成29年度長崎市一般会計補正予算第6号について申し上げます。委員会におきましては、内容検討の結果、一部委員から議員などの特別職の期末手当の支給割合の引き上げについては認められないことを主な論拠とする反対意見が出されましたので、採決の結果賛成多数で原案を可決すべきものと決定した次第であります。以上で総務委員会における審査報告を終わります。次に教育構成委員長の審査報告を求めます。33番馬場直幸議員。ただいま議題となっております第112号議案ほか一件につきまして、教育構成委員会所管部門における審査の経過並びに結果について報告いたします。はじめに第112号議案、平成29年度長崎市一般会計補正予算第5号について以下特に質疑意見が集中した点を報告いたします。まず総務費におきまして、平成28年度に交付された国県支出金の確定に伴う保険衛生費返還金が計上されています。委員会におきましては、3.3 号支援事業費の交付額のうち大部分を国へ返還することになった経緯について正すなど内容を検討いたしました。次に教育費におきまして、校舎の老朽化が進んでいる小島小学校について改築事業に関わる PFI 手法等の導入可能性調査を行うためのPFI 導入可能性調査費が計上されております。委員会におきましては、学校施設の整備に PFI を導入するメリットについて正したのであります。この点、理事者からメリットは事業費の縮減と工期の短縮ができることである、事業費の縮減については従来と同様に国庫補助事業を受けることが可能であり、 PFI の事業期間内での財政負担の平準化が見込まれる。また工期短縮については、小島小学校が老朽化し耐震化対策も行っていないことからも、早期に建て替えを進めるために PFI 導入可能性調査で可能性があるということであれば、 PFI 事業の手法を活用して早期建て替えに向けて着手していきたいとの答弁があっております。その他
建て替えを行う方針の小島小学校について、あえて PFI 導入可能性調査を行う必要性、本事例以外で学校を改築する場合における同様の調査の実施の有無、同調査を実施することによる経費節減効果、PFI を導入した場合の市の関与の在り方や工期への影響、小島小学校への取り付け道路の用地買収の進捗と今後の見通しについてただすなど内容を検討いたしました。以上、審査経過の概要を申し上げましたが、その結果、一部委員から PFI 事業は公的責任を曖昧にし、公共性や安全性を後退させるコンセッション事業の追求となることから、小学校整備検討費の PFI 導入可能性調査については認めることができないことを主な論拠とする反対意見が出されましたので、採決の結果、賛成多数で原案を可決すべきものと決定をいたしました。次に第142号議案、平成29年度長崎市一般会計補正予算第6号について申し上げます。委員会におきましては、内容検討の結果、異議なく原案を可決すべきものと決定をいたしました。以上で教育公正委員会における審査報告を終わります。次に環境経済委員長の審査報告を求めます。4番林博美議員。ただいま議題となっております第112号議案ほか1件につきまして、環境経済委員会所管部分における審査の経過並びに結果についてご報告申し上げます。はじめに第112号議案、平成29年度長崎市一般会計補正予算第5号について以下特に質疑意見が集中した点をご報告申し上げます。まず総務費におきまして、ふるさと納税制度により実施しているがんばらんば長崎市応援寄付金の受け入れ額の増が見込まれていることから、謝礼品等にかかる経費を増額するためのがんばらんば長崎市応援寄付推進費が計上されております。委員会におきましては、年末は寄付の駆け込み時期であることから、昨年末の寄付額と年末年始の職員の勤務体制、謝礼品等にかかる国からの指導に対する見解、市外に居住する市職員の寄付の状況についてただすなど内容を検討した次第であります。次に農林水産業費におきまして、有害鳥獣対策相談等委託にかかる債務負担行為が計上されております。委員会におきましては、受注可能な市内業者の有無、増加している生活被害の現状と対策についてただすなど内容を検討した次第であります。以上、審査経過の概要を申し上げましたが、異議なく原案を可決すべきものと決定した次第であります。次に第142号議案、平成29年度長崎市一般会計補正予算第6号について申し上げます。委員会におきましては、内容検討の結果、異議なく原案を可決すべきものと決定した次第であります。以上で環境経済委員会における審査報告を終わります。次に建設水道委員長の審査報告を求めます。24番堤和彦議員。
ただいま議題となっております第111号議案ほか1件につきおきまして、建設水道委員会所管部分における審査の経過並び結果について以下特に質疑意見が集中した点をご報告申し上げます。はじめに第112号議案、平成29年度長崎市一般会計補正予算第5号について申し上げます。まず土木費において社会資本整備総合交付金を活用し、月町市場周辺の回遊路のレンガ舗装を改修するための道路新設改良事業費及び繰越免許費が計上されております。委員会におきましては、今回の改修をこれまでのレンガ舗装ではなく、アスファルトとコンクリートを混ぜて施工する半たわみ製舗装を採用した理由、社会資本整備総合交付金を活用した事業の優先順位を決定する際の本庁及び各総合事務所間の調整の考え方についてただすなど、内容を検討した次第であります。次に同じく土木費において都市計画街路整備事業にかかる繰越免許費が計上されております。委員会におきましては、道座町松貝町線について道座市場スラブ崩落に伴う事業進捗の影響、予算の繰り越しが繰り返しされている状況を抜本的に解決するための協議状況についてただすなど、内容を検討した次第であります。次に同じく土木費において公園等施設整備事業にかかる繰越免許費が計上されております。委員会におきましては、公園等の整備事業を進める上で地元との協議のあり方、同じ大園団地内で行う公園整備と公営住宅建設業費で行う歩道整備について局間での連携の有無についてただすなど、内容を検討した次第であります。以上、審査の概要を申し上げましたが、その結果、各項の繰越免許費について繰り越された事業が一日も早く完成するよう努めてほしい、事業の予算計上の段階で十分な精査を行うとともに、年度内に事業を完了できるよう事業の進捗を図り、繰り越すことがないよう努めてほしい、社会資本整備総合交付金の内需状況については随時報告してほしい、大園公園整備と大園団地の歩道整備については各部局間で連携して全体の進捗管理を徹底してほしい、市営住宅の排水管の維持管理は市営住宅の長寿命化計画中の中で全体的な把握をしながらしっかり取り組んでほしいとの要望を付した賛成意見が出され、異議なく原案を可決すべきものと決定した次第であります。次に第142号議案、平成29年度長崎市一般会計補正予算第6号について申し上げます。まず土木費において道座市場のスラブ崩落に伴い河川内の瓦礫等の撤去に並び、今後危険性の高いスラブ及び建物の一部を撤去する経費の増額をするための河川等維持管理費が計上されております。委員会におきましては、撤去後の残存部分の補強方法、危険な作業場における作業員の安全確保策についてただすなど、内容を検討した次第であります。次に同じく土木費において外壁の一部が崩落した小倉団地4号棟について、外壁を改修するための経費を増額する季節公営住宅改善事業費が計上されております。委員会におきましては、築30年でコンクリートの剥落が起きた理由と当時の設計の妥当性、保守点検の在り方と今後の取り組み方針についてただすなど、内容を検討した次第であります。以上、審査経過の概要を申し上げましたが、その結果、季節公営住宅改善事業費について築年数が経過している市営住宅については今後さまざまな問題の発生が考えられることから、市の財産として
認識を持ってしっかり管理してほしいとの要望をした賛成意見が出され、異議なく原案を可決すべきものと決定した次第であります。以上で建設水道委員会における審査報告を終わります。これより質疑討論を行います。17番大石文樹議員。ただいま議題となりました第112号議案、長崎市一般会計補正予算第5号および第142号議案、平成29年度長崎市一般会計補正予算第6号について、日本共産党を代表し反対の立場から意見を申し上げます。第112号議案ですが、一つ目に基幹業務系システム運営費の増額補正を行い、マイナンバー制度を活用し、自治体間の情報連携を簡素化するということですが、国民のプライバシーを危険にさらすマイナンバー制度に反対している立場から認められません。第2に、PFI 導入可能性調査費を計上し、老朽化した小島小学校の改築を PFI で行うための調査を実施しようとしていますが、PFI 事業は公的責任を曖昧にし、公共性や安全性を後退させることにつながりかねない事業となるため、学校建設など公共性が高いものには PFI を導入することはそぐわないと考えます。よって認めることができません。なお142号議案については、第150号議案で述べた同趣の理由で認められません。以上、討論とします。質疑討論を終結し、ただいま議題となっております第112号議案および第142号議案、以上2件について一括して採決いたします。各案に対する各委員長の報告は原案可決であります。委員長の報告通り、決することに賛成の議員の起立を求めます。起立多数であります。よって第112号議案および第142号議案は原案の通り可決されました。この際お諮りいたします。日程46第111号議案から日程48第8号議案までの3件につきましては、委員会付託を省略することにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よって以上3件につきましては委員会付託を省略することに決定いたしました。日程46第111号議案、固定資産評価審査委員会の委員の選任についてを議題といたします。市長の説明を求めます。市長。ただいま上呈されました第111号議案、固定資産評価審査委員会の委員の選任について提案理由をご説明いたします。固定資産評価審査委員会の委員、樋口健三氏、村上明則氏、山田真一氏の任期が本年12月31日をもって満了するため、その後任の委員を選任する必要がございますが、前田利隆氏、村上明則氏、山田真一氏を適任者と認め選任いたしたいと存じますので、地方税法第423条第3項の規定により、議会の皆様の同意をご同意をお願いしようとするものでございます。なお3人の略歴につきましては、お手元の議案に添付させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。お諮りいたします。ただいま議題となっております第111号議案について、まず前田利隆氏を選任することについて、これに同意することにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よって前田利隆氏を選任することについては同意することに決定いたしました。次に
村上明憲氏を選任することについて、これに同意することにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よって村上明憲氏を選任することについては同意することに決定いたしました。次に山田新一氏を選任することについて、これに同意することにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よって山田新一氏を選任することについては同意することに決定いたしました。次に日程47第21号報告、専決処分の報告についてを議題といたします。理事者の報告を求めます。理財部長。第21号報告、専決処分の報告についてご説明いたします。これは工事の請負契約の契約金額の変更につきまして、市長の専決処分事項の指定に基づき専決処分したもので、地方自治法第180条第2項の規定により報告するものでございます。その内容は本郷地団地公営住宅新築主体工事の請負契約につきまして、労務単価等が著しく上昇したこと等により別紙記載のとおり契約金額を変更したものでございます。以上でございます。ただいまの報告について質疑はありませんか。質疑を終結いたします。本件は地方自治法の規定により報告されたものでありますので、ただいまの報告によってご了承をお願いいたします。次に日程48、議第8号議案、核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書についてを議題といたします。提出者の説明を求めます。6番平野剛議員。ただいま議題となりました議第8号核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書について提案理由を申し上げます。本年7月7日核兵器の禁止を明文化した核兵器禁止条約が国連会議において国連加盟国の6割を超える122カ国地域の賛成で採択されました。核兵器禁止条約は締結国に核兵器の開発、実験、製造、備蓄、異常、使用だけでなく、核兵器による威嚇も禁じている画期的なもので、核保有国が条約に参加する道も作られています。被爆地である長崎市としては、我が国が核兵器のない世界を目指してリーダーシップを取り、核兵器を持つ国々と持たない国々の橋渡し役を務める行動が求められます。よって国におかれては唯一の戦争被爆国として一日も早く核兵器禁止条約の署名批准を行い、それまでの間はオブザーバーとして締約国会議および検討会議に参加するよう強く要望する本意見書を提出しようとするものでございます。なお案文につきましてはお手元に配布しておりますので朗読を省略させていただきます。よろしくご審議の上ご賛同賜りますようお願い申し上げます。以上で提案理由の説明を終わります。これより質疑討論を行います。質疑討論を終結し、ただいま議題となっております議第8号議案について採決いたします。本案を可決することにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よって議第8号議案は全会一致をもって可決されました。なおただいま可決されました意見書につきましては、議長において関係行政庁及び国会に対し提出したいと思いますので、ご了承をお願いいたします。次に、日程49、議第9号議案、第92号議案、
工事の請負契約の締結について、三田迫小学校建設特殊基礎工事に対する付帯決議についてを議題といたします。提出者の説明を求めます。33番馬場直之議員。ただいま議題となっております第9号議案、第92号議案、工事の請負契約の締結について、三田迫小学校建設特殊基礎工事に対する付帯決議について申し上げます。本議案は三田迫小学校建設特殊基礎工事の契約を締結しようとするものです。三田迫小学校の新校舎建設については、長年地域住民との協議を重ね、建設地の方針を決定しているものの、小島養生所等の移行の出土があったことから、移行の価値についてこれまで長崎市文化財審議会へ諮問しています。このような中、文化財審議会においても分析給理所の埋蔵されている残存移行はほぼ完全に検出したとの審査結果を出されていることからも、調査については完了したものと考えます。また長崎大学との調整については、協議が難航し、さらに日本医師会等の団体から養生所等遺跡の保存についての要望が出されていることについて、市は重く受け止める必要があります。しかしながら、長年の地域住民との議論を行ってきたことや、現時点においても当初計画より遅れが生じており、子どもたちをこれ以上待たせることはできないことからも、工事については速やかに着手すべきと考えます。よって療養所、医学所、遺跡は近代的な医学医療の分析給理所、遺跡は近代的な薬学科学分離学の発祥の地であり、それらの遺跡の保存と活用にあたっては、長崎大学をはじめ日本医師会、長崎県医師会などの医療関係者の意見を聴取するとともに、これまで出された意見などを尊重し進めることを強く要請するものです。なお、案文についてはお手元に配布しておりますので、朗読を省略させていただきます。よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願いいたします。以上で提案理由の説明を終わります。これより質疑討論を行います。23番浦川元次議員。ただいま議題となっております議第9号議案、第92号議案、工事の請負契約の締結について、三田迫小学校建設特殊基礎工事に対する付帯決議案について、明誠クラブを代表し、賛成の立場から意見を申し上げます。平成29年9月、定例会に提案された第92号議案は、新しい三田迫小学校を旧佐古小学校跡地に建設しようとするものであり、跡地に出土した小島養生所や分析給油所等の移行について、9月の議案審査の時点で、長崎市文化財審議会や長崎大学が求めていた調査が終了していなかったこと、および調査や保存を求める長崎大学との協議が整っていないこと、などの理由から継続審査となっていたものであります。その後、経過としては、
全面的な調査が完了し、長崎大学との協議調整も行われたものでありますが、9月以降もさまざまな団体からの遺跡の保存と活用に係る要望書が出されております。養生所・医学所遺跡は近代的な医学・医療の発祥の地であり、また分析・給離所遺跡は近代的な薬学・化学・物理学の発祥の地でもあることから、これら遺跡の保存と活用にあたっては、長崎大学をはじめ日本医師会、長崎県医師会などの意見を聞きながら、これまで出された意見などを尊重し進めるよう求める本付帯決議に賛同を求めるのでありますので、よろしくご賛同賜りますようお願いいたします。質疑討論を終結し、ただいま議題となっております議第9号議案について採決をいたします。本案を可決することにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よって議第9号議案は全会一致をもって可決されました。なお、ただいま可決されました付帯決議につきましては、市長に対し提出する措置を講じることにいたしたいと思いますので、ご了承をお願いいたします。次に、日程50、定期監査、行政監査及び現金出納検査9・10月分結果報告については、すでに配布されております報告書のとおりであります。本件は地方自治法の規定により報告されたものでありますので、同報告書によってご了承をお願いいたします。この際お諮りいたします。今定例会における議決事件について、その条項、軸、数字、その他の整理を要するものにつきましては、会議規則第41条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よって、これらの整理を要するものにつきましては、議長に委任することに決定をいたしました。これをもって会議に付された事件はすべて議了いたしましたので、平成29年第5回長崎市議会定例会を閉会いたします。お疲れ様でした。